81式自走化柱橋展開作業中の、洋須東日本大震災の災害派遣での、運用東日本大震災の災害派遣での、架橋作業81式自走化柱橋は、陸上自衛隊の装備、主に施設下に配備される。河川など車両が通行できないような箇所に迅速に、橋を設置することができる。運搬車に使用されるのは74式、特大型トラック。 有事の際だけでなく、災害派遣でも活躍する。74式特大型トラックをもとに、荷台に架橋機材を搭載したものである。架橋機材は、橋脚と橋桁がセットになったものであり、油圧動作により、車体後方へ繰り出され、架橋位置にセットされる。架橋位置にセットされた後は、施設家単位により、橋桁の接続が行われる。6両が1組になっており、 最大で60メートルの橋を構築できる。川ば高は、油圧で簡単に調節が可能であり、74、式戦車以下手段のすべての車両、装備が渡ることができる。ただし、90式戦車は、福音は、クリアしているものの、重量が50トンで橋の耐久性に問題があるので、渡れない。製作十一式自走か柱橋は、平成十九年度から、 損耗更新時期を迎えることや、90式戦車や99式自走 155mm 榴弾砲などが通過できないこと、迅速にセットできないこと、川の高度質に制限があることや川の推測などに制限があることから、平成15年度から後継佳境の研究開発が進んでおり、07式、軌道支援橋として正式化されている。この進化橋はか柱を使わない方式であり、 橋長は60メートルである。なお、海外の同程度の性能のものはあるが、陸上自衛隊の橋長などの要求や、車両の大きさなどが国内法の範囲に収まるものがないため、国産開発となった。ありがとうございます。